はい。えっ、ー、と、日本語教育世界のクラスの皆さん、ナマスカール。えー、このビデオは、えー、TTC の B コースの、えー、第2週ですね。第2週学習管理システムと教授法の、えー、その中の2本目のビデオになります。えー、2本目のビデオでは Google Classroom を学習者として利用する方法を、えー、お知らせします。はい。えー、学習者として、えー、Google Classroom を使うには まず、えー、教師、つまり先生が作ったクラスルームにログインしなければいけません。そして、その中で課題を提出しますね。はい。では、まず、えっ、ー、と、Google クラスルームのウェブサイトに、えー、アクセスしてみましょう。はい。えー、そうするとですね、あの、えー ま、皆さんは最初ここには何もないと思います。初めて使う人はここには何も表示されません。え、私の方はもう日本語教育世界っていう皆さんのための、え、クラスルームを開いてありますね。え、で、皆さんはここにログインしなければいけません。そのためにどうすればいいかというと、この右上の、このプラスの、え、ボタンをクリックします。はい。そうするとですね、こういうふうに、えっ、ー、と、ジョインクラス、クリエイトクラスというふうに出てきますね。 えー、で、あの、先生が、あの、作るときは、クリエイトクラスですけど、あの、学習者として、えー、先生のクラスに入るには、この JoinClass、えー、これを押します。はい。で、そうすると、あの、皆さんの、えー、あの、このアカウントでいいですかっていうのが出てきますね。えー、それでよかったら、あの、ここに、クラスのコードを、えー、入れなければいけません。で、このクラスのコードは、あの、 えー、あ、ちょっあの、YouTube で、えー、ちょっと見せると、あの、皆さんとは関係ない人が、ここに入ってきてしまうかもしれません。えー、ですから、ここでは言いませんが、あの、Google Meet で、えー、皆さんに、えー、お見せしたいと思います。で、その、えー、クラスコードをここに入力して、えー、この、あの、日本語教育世界の Google Classroom に入ってきてください。 はい。で、課題の提出方法ですね。えー、宿題とかをどうやって出すかというと、えー、クラスルームというタブを開いて、えー、で、あの、うん、ターンインというのがあります。これは提出物があるときですね。テストとかレポートとか、そういうときです。で、えー、マークはずダンっていうのは、えー、提出物がないときです。例えばビデオを見てくださいっていうだけですね。見ればいいだけだったら、もう、えー、見て、その後マークはずダンを押します。 はい。で、うん、このクラスワークっていうのは、ここの、あの、中にありますね。はい。で、えーうん、あの、最初はここに何もありませんが、あの、これからですね、たくさん、えー、私が課題を出していくと、ここに、えー、その課題がですね、たくさん、えー、出てくるようになります。はい。で、詳しく知りたい、もっと詳しく知りたい人は、えー、こういう2つのビデオを見るといいと思います。 はい。一つは Google Classroom.How to turn in work.、えー、まあ、もう2年前ですけど、でも今でも大体同じです。はい。それから、えー、自分の点数を見たい人は、えっ、ー、と、こちらを見るといいですね。How to check your grades in Google Classroom。えー、はい。よろしければこちらも見てください。はい。えー、では、あの、毎回言ってますけど、個人面談も忘れないように予約をしてくださいね。はい。スラックでご紹介したカレンダリーのリンクを開いて、予約をお願いします。 はいえ。それではこのビデオはここまでになります。えー、フィルミ電芸。